テムズバンクのホスター男爵のマン・ホスターは、イギリス、マンチェスター生まれの建築家、一大貴族、メリット勲章を受賞している。ホスターは、マンチェスター大学と、イェール大学で学んだ。建築技術者、思想家であったバックミンスター・フラーの下で働いた後、建築家、リチャード・ロジャースと会い、チーム4号を結成。1967年自分の事務所、 ホスターアソシエーツを設立した。ホスターの名声を高めたのは1985年に完成した香港の香港上海銀行香港本店ビルであった。建物を支えるために通常の柱や壁を使わず建物の外側に鋼鉄フレームによる太い構造を剥き出しにさせこのフレームで超高層ビルを支えることに成功した。この記念碑的なハイテク建築の 1991年のドイツ・フランクフルトのコメルツ銀行本店ビルでは、エコロジカルな超高層ビルを実現させた。300メートルの超高層ビルを貫く、吹き抜けのアトリウムを中央に作って、周りに柱のないオフィス空間を廃止、さらにビルのフロアは4つから5つに分設され、その間に日光と緑のあるスカイガーデンが挟み込まれた。 スカイガーデンの窓を開閉することにより、新鮮な外気が、各ガーデンからアドリウムを通って、オフィスの隅々にまで行き渡る自然換気が実現された。超高層を支える、構造体、換気や、冷暖房などのエネルギーを無駄遣いしないエコロジカルで、快適なオフィス空間という手法は、マレーシアペナンの MBF タワーやロンドンのロンドン市、庁舎ビル、 セントメリーアクス30番地など、後のビルでも使われている。ホスターの建築デザインは当初スタイリッシュで、機械のような形状のハイテク思考のものであったが、次第に、そこから離れ、より崇高でより受け入れられやすい鋭い、モダニズム建築へと移っていった。ホスターは、王立英国建築家協会が贈る、スターリング賞を二度にわたって受賞している。 一回目は1998年、ダックスフォード帝国戦争博物館に対して、二回目は2004年にセントメリーアクス30番地に対してである。また、これまでの業績に対し、1999年にはプリツカー賞を受賞している。このほか、1990年にナイトにを訓され、さらに1997年にはメリット訓賞を受賞。 1999年には一大貴族に助せられている。しかし、本国イギリスでは、軽蔑的にスーパースター建築士とも呼ばれ、その名声から他の建築士より優先した扱いを受けていると、非難されてもいる。イギリスのタブロイド紙には、ロードアブリーとあだ名されているが、これは、テムズ川に2000年にかけたミレニアムブリッジが、構造の不具合で開通まもなく、 補修のために閉鎖された事件による。また、ロンドン事務所県自宅のすぐ横にある、クーパーコレクションに対し、撤去を申し立てたことで論争となっている。2004年には、ロンドン市庁舎や、スイス離婚者などのプロジェクトで、ホスターのもとで、責任者になってきたケンシャトルワースが事務所を離れ、独立、メイクを設立した。シャトルワースは、ホスターの事務所の功労者であったと言われている。 ホスターは、大林組と共とに、様々な都市機能を持ち、数万人を収容できる高さ800メートル級、超高層ビルのコンセプトモデル、ミレニアムタワーの設計を手掛けている。また、建築以外では高級ピアノメーカー初寄りのアートコレクションシリーズとして、クロームを特徴とし、スポーツカーのような輝きを持つ、特別モデルのピアノ、シルバーをデザインしている。 ありがとうございます。